はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。今日は結局ね、日経平均129マイナスであんまりさえなかったんですけども、原油がね堅調なんですよ、 72.20 トン。でガスの価格というのはだいたい原油に連動していると私は理解してるんですけど、ガスだけビヨーンと上がったりしてたんですね、ウクライナが始まってから。なんかそれが最近戻ってるというニュースが出てるんですけど、ほんまかいなっていう感じですね。これ日本経済新聞でございまして、これ昨日の21時有料会員限定でございまして、これ開けられませんね私は、これいくらかかるんでしょうね、5、6千円かかるんですかね、月に。そんなお金ないもん、ほんまに。貧乏なんですよ私、ほんまほんまってほんまって言わん限りで、ほんまでのことも貧乏ですよほんまに。日本経済新聞でございまして、アジア欧州のガス価格下落、侵攻前水準、つまりウクライナの前の水準に戻ってるっていうんです。ほんま、アジアと欧州でガス価格の低下が顕著になっている。代表的な指標は足元で約2年ぶりの安値をつけ、ロシアによるウクライナ侵攻前の水準に戻った。世界最大級の需要家である中国が調達方針を変更、購入量を減らしたことが根底にある。え、そうなんですか。欧州各国がガスの在庫を増やしたことなども影響する。資源価格の下落が定着すれば、インフレ率の低下を通じて世界景気を下支えしそうだ。ほんま？リフィニティブが産出するアジアの天然ガス、うにゃうにゃうにゃと、ここで読めなくなって、残り1670時もあるやんって、結構ありますよこれ。なんですって。ですね、中国が買わなくなったと。中国確かね、ガスはね、ロシアからも買ってますけども、オーストラリアから買ってるんですね確か。ただね、その中国って今景気が悪いんですね。これは統計数字には出てきていないんですけども、私は勝手にそう思ってます。ものすごく悪くなってるはずです。まあ理由はいろいろあるんですけど、でそのエネルギーのね、調達量ってね、景気にものすごく影響するんです。石炭消費量とかね、ガス消費量って。で調達方針を変更して輸入量を減らしたんではなくてですね、必要なくなったんちゃうのという気がします。もともとものすごくですね、買う必要な時にはガンガン買うのが中国なんですね。でもそれいらなくなったんちゃうかなと。いろんな面でですね、いわゆる使わなくなったわけですよ。で天然ガスってね、中国の場合はですね、主に発電に使ってるんですね。だから本来増えるはずなんです。中国の発電の主力は石炭なんですね。でこの石炭を燃やすことによって、中国の PM2.5 かというね、粒子が出てきてね、今中国ってものすごいあれでしょ、空気悪いでしょ、もともと空気悪いんですけど、ちょっと弱なったんですけど、それは車をどんどんね電気に変えてるのと、あとは石炭の発電をガスに変えてるんですよ。でそれで少し良くなってて、で本来石炭をどんどんガスに変えていくんで、ガスの輸入量は増えなあかんのですよ。増えなあかんのに調達量購入量減らしたっていう、なんなのそれって。要はだからそんだけ電力需要がなくなったんちゃうのという気がします。電力はまあ家庭でも使うんですけど、家庭で使う電力っていうのはね、減ったりしないんですよ基本的に。なんでかっていうと必要やもん。そうでしょ、よっぽどないと家庭は節電なんかしませんからね。電気代がものすごい高いとか言ったら節電しますけど、そうでない限りは家庭で使う量ってそんなに節電できないんですね。ほんで日本ってね、東日本の時にみんなこう電気使うたらかんとか節電せえとか言うてたでしょ。で日本人ね、
割と協調性があるんですよ。だから電気使うたらあかんの、温度使わんとこうとかって、だってあの時実にですね電力使用量減ったわけですよ、節電とか言って言うたら。でも中国人そんなことしませんからあんなそんな節電とか言うてもそんな関係ないもんって、あのそういうこうなんて協調性というかパブリックな心がない人たちなんで、あのそんな言うても節なんかしないで、なんであの必然的にですね家庭以外のところで電力使用量が減ってるというふうに考えるのがですね妥当です。で要は工場事業所ですねがあんまり電力を使わなくなった。まあ、例えばですねマンションの建設が減るということはですね、これ電力使わないですよ。マンションの建設現場なんでその電力いんねんって言ったらですね、いやいるんですよ、結構いろんな面であの電力使ってるんですよあれ。でそれがですねいらなくなったとかですね、あとはですねあの鉄道のですね本数を減らした。中国ってね3万7千キロの新幹線が通ってるんですね。新幹線って電気で走ってるんですよあれ基本的にあのディーゼル機関車ちゃいますからね、ものすごい電気使うんですよあれは。で新幹線をね3万7千キロも8千キロも作ってね、日本の12倍以上ですよ、作っといてね、あの1日に5本しか走らへんとかいう路線あるんです。ほんのすぐ無駄でしょ。あの東海道新幹線なんて地下鉄みたいで出るでしょ。地下鉄はちょっとオーバーか。あーどうでしょう、大阪東京大阪間の小玉光何やったかな、もうさあとあの一番よく走るやつあれね、あれ全部入れたらですね10分に1本以上出てるんちゃいますか、東京駅から、のぞみか、のぞみ、ひかり、こだま合わせたらですね10分に1本以上出てるんちゃうんかな。どうでしょう、のぞみだけでも15分に1本ぐらい出てるでしょ、あの東京大阪間って。それがね1日5本とかいう路線があるんですね。もともとだから10本走ってるのを5本にしたらですね、その分電気いらんでしょう、そうしたらガスいらんということになります。中国がねエネルギーの消費量をね節約したりしません、あの国は。だから減ってるということはですね、そんだけ需要がなくなったということなんです。まあそれはいいんですけど、それでねガス価格はね下落して、どこが困るかってロシアなんです。ロシアというのはね産業はないんですよ基本的にいやほんまですよ、皆さん身の回りにロシア製品なんかないでしょ、最終製品もなければですね、何かそのどう言いますかね、鉄とかね、ああいう工業製品もないんですよ、ないっていうかもうほぼ作れないんですね。鉄鋼なんていうのは中国と韓国と日本とブラジルで世界中の鉄鋼を作ってるものです。あとインドもありますね、でもそういうのないんですよ。でどうなんで食うてるか、1億4000万の国民がいるんですけど、ひたすらですねガスと石油と石炭とあとは武器を売って、あとは宇宙産業でですね食うてるわけ。宇宙産業なんかもちょっとあれですけどね、もうだからあの極端な話、ガスと石油を売って国民を養ってるってのはロシアという国なんですよ。でロシア人が貧しいのは1億4000万もいるからなんですよ。あのサウジアラビアのアラブ人がみんな金持ちなのはね、あのそのアラブ人ってサウジアラビアの国民なんておそらく1000万もいないんですよ数百万です。で同じぐらいの量のですね石油を売ったとするとですね、それを1億4000万人で分けるのと500万人で分けるのとその差なんですね。だからアラビア人って大体みんな金持ちなわけです、だからガスの価格が下がるとですね、あのまずロシア政府が困るわけですね、しあの収入がなくなるから。でそうするとですね、あの武器やですね、あの調達できなくなる、そうすると戦争に弱くなるという、そういう好循環に陥るんちゃうかと、僕らから見て好循環ね、なんかと私なんか想像するんですけど、まあ、なんでガスの価格が落ちたのかよう分かりませんけどね。ドイツなんかがヨーロッパの消費国がですね、あんまりガスを使わなくなったという、まあ、そもそもノドルストリームというあれですね、パイプラインが使えなくなったんで圧倒的な消費量が落ちたんでしょうね。でそれを中国に買ってもらったのが、中国が不景気だからですね買えなくなったということなんでしょうね。それで価格は落ちたと、いいことですよ、とってもいいことです。これで石油の価格はね1バレル30ドルとかに落ちたら、原油価格が落ちたらですね、これでもうロシアをお手上げです。
国家崩壊しますよ、30ドル以下になったら。まあそう願いたいもんだなと思います。このですね、日本経済新聞、今ですね、読めるとこまで読みました。アドレスを貼っておきますんで、ご興味ある方は行ってみてください。アジア欧州のガス価格下落、侵攻前水準にというニュースでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。